おはようございます。猛暑の日は夕方からコーラ干しをさせています。ベランダに向かって飼育ケースを置いて準備完了。カンカンディルじゃないからベビーに優しいコーラ干し。昼間の暑さは危険な暑さ。締め切ってないから暑い暑い。爽やかな汗なら気持ちいいんですけどね。こればっかりは誰も避けて通れないと思う。石亀とは違う匂いがします。漢字一文字で全然意味が変わってくる。草亀、ぜひ匂ってみてください。お先に失礼します。